パートナーシップ宣誓制度は LGBTQ など性的マイノリティのカップルを自治体が公的に認めるものです。文豪の市でもおととし4月からこの制度を導入していて、先日20代の女性同士のカップル1組が届け出ました。2人には今日、河野文俊市長から市が宣誓を認めたことを証明する受領証などが手渡されました。病院とかそういう場に行って、まあ、やっぱ家族だよって言えないのが、辛かったんで、率直に嬉しいですね。市が認めたカップルは市営住宅の入居が可能になるなど、一部の行政サービスを結婚した男女のカップルと同じように利用できるということです。